ファゴットは、ダブルリード族の木管楽器の一つである、バスンとも呼ばれる。ヘオトキ号音域とテナーキ号音域、時には、トートキ号音域で演奏する。ファゴットは19世紀に現代的な形で登場し、オーケストラやコンサートバンド、室内楽作品で重要な位置を占める。ファゴットは、その独特の音色、幅広い音域、多彩な個性、俊敏さで知られている。 現代ファゴットには、ビュッフェ式とヘッケル式の2種類が存在する。低音から中音部を担当し、低音域でも立ち上がりが早く、歯切れの良い持続音を出すことができる。楽譜は、実音で寄付される。16世紀中頃には使われていたと言われ、当初は2キーだったが、18世紀には3から4キーとなった。外観が似ているカータルという楽器が直接の祖先と、 する説が有力である。多少鼻の詰まったような、ポーという音が特徴であり、長い音程間での跳躍する動きや、おどけたような表現を得意としている。また、ダブルリード楽器の一般的特徴に漏れず、高音域になるにつれて、音が小さくなり、低音域では大きくなる傾向を持つ。演奏時にはストラップを用い、楽器を斜めに構えて吹く。ストラップは、 肩からかけるもの、首からかけるもの、タスキ状のもの、尻で敷いて、楽器の底部に引っ掛けるものなどがある。現在多く用いられているのは、ドイツ式の楽器であるが、フランス式の楽器もあり、日本ではバソン、またはバッソンと呼ぶことが多い。飛行が単純であるため、音程が取りにくい、音量がドイツ式よりも小さいなどの難点もあるが、音色が、 ホルンに近く表現がより豊かであるとされる。バッソンは音量があまり大きくないことからベルリオーズのように1パートに2本重ねて4巻として使われることが多い。ファゴットよりさらに1オクターブ低い音を出すコントラファゴットも大規模な還元楽編成や吹奏楽編成において使用されることがある。ファゴットの演奏には大きな手とある程度の身長が 必要なので、小さな子供が練習できることを、主な目的として、ファゴットの完全4度、5度、1オクターブ上の音を出すファゴッティーノも作られている。ファゴットは、ドイツ語名称ファゴット、イタリア語名称ファゴットに由来する。スペイン語と、ルーマニア語でもファゲートである。ファゲートは、焚き木の束を意味する古フランス語である。ドゥルシアンは、イタリアで、ファゴットと呼ばれるようになった。 バスーンは、英語のバスーン由来であり、さらに、フランス語のバスーンと、イタリア語のバッソネに由来する。ファゴットの音色は低音域では、朗々とした音色、テナオミ域では、歌うようと形容されることが多い。ベートーベンの、公共曲第4番や、リムスキー・コルサコフの、シェヘラザードが有名である。ファゴットの音域 B1E5 ファゴットの音域は、 B1 から3オクターブ強から4オクターブ弱、おおよそトート記号で書かれた5線の上の G にまで及ぶ。ほとんどのオーケストラやコンサートバンドのパートでは C5 または D5 より高い音が要求されることは滅多にない。難しいことで有名なストラビンスキーの春の最低のオープニングソロでさえも D5 までしか上がらない。これよりも高音を出すことは可能であるが、 書かれることは、まずない。それは、こういった高音を出すのは、リードの構造や振る舞いに依存して大抵は、非常に骨が折れて難しいのに、いずれにせよコーラングレの、同じ音高と、音色は、完全に同質であり、コーラングレの方が、比較的多いにこの音域を出すことができるためである。最高音域は、リードの奥の方を噛むなどのやや特殊な奏法が、要求される。 フランス式ファゴットは極めて高い音域を出すのがより簡単であるため、フランス式ファゴットのために書かれたレパートリーには非常に高い音が含まれる傾向にある。しかし、フランス式のためのレパートリーをドイツ式で吹くことは可能であるし、その逆もりである。他の木管楽器と同様に最低音は固定されているが、楽器に。 特別な拡張を加えることで A1 まで出すことができる。マーラーなどの楽曲において最低音の半音下のこの音が要求されることがあり、対処として1オクターブ上の音を演奏する他に延長管をベルに取り付けて音域を下に広げることもある。また、音が演奏できる長いベルジョイントと交換できるものもある。近代に入り、 双方や運指リードや楽器自体の発展により演奏可能な音域が高音に広がっている。主要な男の音高は他の非ー楽器の木管楽器よりも5度低いが、ファゴットは非ー楽器であり、実際に出る音程で寄付される。ファゴットの主フォルマントは 500Hz であり、二次的フォルマントはおよそ1150、2000、よび 3500Hz の領域にある。 したがって、ファゴットの音色は、母音の、おに似ている。シュフォルマントより下では、音響出力スペクトルはおよそ 8dB、オクターブ低下するため、気温は低音域で相応に弱い。ファゴットの音響学、特にその放出特性は、詳細な科学研究の対象となってきた。音響カメラを使った実験では、市場面では、音の放出にほとんど、違いないが、横断面では、 非常に不規則であることが明らかにされた。低周波数では音は基本的に全方向に放出されるのに対して高周波数はより指向性が強いファゴットはおよそ 33dB のダイナミックレンジを有する。楽器から10メートルの距離ではピアニッシモはおよそ 50dB、フォルテッシモはおよそ十三 d b に達する。ファゴットの v 四つのオクターブにおける ファゴットの B のスペクトログラム。分解された、ファゴットファゴットは6つの主要な部品に分解できる。上に向かって広がっているベルベルとブーツをつなぐ、バスジョイント楽器の底部に位置し楽器を折り曲げる、ブーツブーツからボーカルまで伸びるウィングジョイントそして、ウィングジョイントにリードに取り付けるための湾曲した、金属製の管であるボーカル、クルックとも、吹き口そしてリードである。 ベルジョイントの先端部は大きく分けて、ジャーマンベルト、フレンチベルトという2種類の形状が存在し、外見上の特徴となっている。5ピースモデルという、コンパクトに収納できるモデルもある。組み立てた時の高さは135センチメートル前後で、あるが、長い管を2つ折りにした構造の楽器なので、管の総延長はおよそ260センチメートルに達する。 ファゴットのボアは円錐形であり、ブーツジョイントの2つの隣接したボアは U 字型の金属製連結部によって楽器の底部で連結されている。ボアと男はどちらも精密に機械加工されており、それぞれの楽器は適切な調整のために手で仕上げされている。ファゴットの間壁はボアに沿った様々な場所でより熱くなっている。 この間壁が厚くなった場所で男はボアの軸に対してある角度をなして開けられており、これによって外側の男間の距離が短縮されている。これによって平均的な大人の手の指によって男を押さえることができるように工夫されている。現在の楽器では伝統的な音色を失わない程度に合理的な位置に穴を開け、 複雑なキー機装置によって指の届かない男の開閉を行っている。キー機構は楽器の全長近くにわたり、キーの数は30前後とかなり多い。ファゴットの全高は1.34メートルに及ぶが、管が二重に折り曲げられていることを考えるとなっている。全長は2.54メートルである。若いあるいは小さい奏者のために作られた短いファゴットも存在する。 現代の初心者用ファゴットは一般的にカエデ製であり、西洋カジカエデやサトウカエデといった中程度の硬さのものが好まれる。より安価なモデルはポリプロピレンやエボナイトといった材質でも作られる。これらは主に学生及び屋外用である。金属製ファゴットは過去に作られたが、1889年以降は主要な製造業者によって生産されていない。 ファゴットのリードは通常長さ約5.5センチメートルで糸が巻き付けられている。リードの基部周りの縛りの詳細。リード制作の技は数百年間にわたって実践されてきており、知られている最初期のリードの一部はファゴットの前身であるドゥルシアンのために作られていた。現在のリード制作の方法は一連の基本的手法からなる。しかしながら、個々のファゴット奏者は 自分の演奏スタイルに特別合致するように自分のリードの制作まで自分で行う。市販されているリードに関しては多くの会社及び個人があらかじめ作られたリードを販売しているが奏者は自身の演奏スタイルに合うように購入したリードを調整する必要を感じることが多い。現代のファゴットのリードは 装者自身が制作することが多いものの、初心者のファゴット装者は、リード製造会社からリードを購入したり、教師によって作られたリードを使用する傾向にある。リード作りはまず、節から節までの長さの茎を、ケーンスプリッターと呼ばれる道具を使って3つあるいは4つに、縦割りする。次に、ケーンは、余分な部分が切り取られ、望ましい厚さに削られる。 この時皮はついたままである。水に浸した後、ガウジングされたケーンは適切な形状に切り取られ、皮側から削っていくことで望ましい厚さまで薄くされる。これはヤスリを使って手作業で行うことができる。さらに頻繁には、機械やこの目的のために設計された道具を使って行われる。プロファイリングされたケーンは再び水に浸された後、 中央で半分に折り曲げられる。浸す前に、リード製作者はナイフを使って、皮に平行線を軽く刻んでいるだろう。これによって、形成段階で、経縁が円筒状を取るようになる。次に、最終的な形成過程を手助けするために、真鍮精神筋を一重、二重、または三重に巻きつけて縛る。これらの輪の正確な位置は、 リード製作所によって幾分違いがある。次に、縛られた、ブランクリードを保護するために太い綿、または、リネンの糸を巻き付け、円錐形の鉄製マンドレルを2枚のブレードの間に、素早く挿入する。特殊な一体のペンチを使って、リード製作者はケーンを押し付け、マンドレルの形状に一致させる。このようにして作られた空洞の上部は、スロートと呼ばれ、 その形状はリードの最終的な演奏特性に影響を与える。下部のほとんど円筒形部分はリーマーと呼ばれる特殊な道具を使って穴を広げられる。これによってリードがボーカルに適合するようになる。リードが乾燥された後、針金はリードの周りに締め付けられるか完全に交換される。下部は密封され、次に、 リードの底部から空気が漏れないように、そしてリードがその形状を維持するように糸を巻き付ける。ラッピング自身もデュコ、または透明マニキュア液で密封されることが多い。アマチュアのリード製作者はラッピングとして絶縁用テープを使うこともできる。ラッピングの膨らみはトルコ人の塔と呼ばれることがある。この部分はリードをボーカルに挿入する際に便利な、 ハンドルとして機能する。近年、より多くの走者が時間と手間のかかる糸ではなく、より現代的な熱収縮性チューブを選んでいる。糸によるラッピングは市販されているリードでは、今でも、より一般的である。仕上げのため、ブランクリードの末端の折り曲げられた部分が切り落とされ、開口部が作られる。 最初の針金より上のブレードの長さはおおよそ27から30ミリメートルとなる。演奏するためにはナイフを使って先端にわずかな傾斜を作らなければならないが専用の機械も存在する。リードの硬さ、ゲームの正常、奏者の要求に応じてリードナイフを使ったその他の調整が必要かもしれない。リードの開きも一つ目あるいは二つ目の針金を ペンチで絞ることによって調整する必要があるかもしれない。リードのバランスを取るため、側面あるいは先端から余分な材質が取り除かれるかもしれない。さらに、もし低音の E のピッチが低い場合、非常に鋭利なハサミを使って、リードを1から 2mm 刈り取る必要があるかもしれない。ドゥルシアント、ランケット、ミヒャエル・プレトリウス、音楽大全より、 音楽視野は、一般的に、ドゥルシアンを現代ファゴットの前身であると考えている。これは、二つの楽器が金属製クルックに差し込まれた、ダブルリード、斜めに開けられた男を、二重に折り曲げられた、円錐形ボアなど多くの特徴を共有しているためで、ある。ドゥルシアンの起源ははっきりとしないが、16世紀、中央までにはソプラノから、 グレートバスまで8つもの異なるサイズで利用可能だった。ドゥルシアンのフルコインソートは珍しかった。ドゥルシアンの主要な機能は、当時の典型的な管楽器合奏に低音を提供するためだったようである。これは、要求に合わせて強弱を変化させる素晴らしい能力を示している。それ以外の点では、8つの男と2つのキーを持つ、ドゥルシアンの技法はかなり原始的であり、 これは限られた数の蝶でしか演奏できなかったことを示している。状況証拠は、バロックファゴットが古いドゥルシアンの単純な改良というより、むしろ新たに発明された楽器だったことを示している。ドゥルシアンは直ちには取って変わられず、バッハラによって18世紀になっても使い続けられた。そして、おそらく互換性の理由により、この時点から後のレパートリーは、 ドゥルシアンの狭い音域を超える可能性は極めて低い。真のファゴットを開発したのはマルタウンオトテールである可能性が高い。オトテールは3つの部分からなるフルートトラバーシア及び方防イを発明した人物かもしれない。1650年代のある時期にオトテールが4つの部位に分かれるファゴットを考案したとする歴史家もいる。 この構成によって一体型のドゥルシアンと比較してボアを機械加工する際の精度が大きく向上した。オトテールはまた二つのキーを追加することによって音域を B まで下に拡張した。別の見方ではオトテールは初期ファゴットの開発に携わった数人の職人の一人であったとされる。これにはオトテール家の他の人物や 同時期に活動していたその他のフランスの職人が含まれていたかもしれない。この時代の最初のフランスのファゴットは現存していないが、もし現存していたとしたら、1680年代のヨハンクリストフ・デンナーとリヒャルト墓の現存する最も古いファゴットに似ている可能性が高いだろう。1700年頃には4つ目のキーが追加された。アントニオ・ビバルディ、バッハ、 ゲオルク・フィリップ・テレマンといった作曲家たちが要求の厳しい音楽を書いたのはこの種の楽器のためであった。低い E のための5つ目のキーは18世紀の前半の間に追加された。4キー及び5キーバロック・ファゴットの著名な製作者にはアイヒエント・プフ、ペルシュマン、トーマス・ステインズ・ビー・ジュニア、シェラー、ブルーデンとテリオがいる。19世紀に入ると 楽器や演奏者の能力に対する要求が高まり、特に大規模なコンサートホールでは大きな音量が要求され、技巧的な作曲家、演奏家が台頭してきたことが、さらなる洗練に拍車をかけた。製造技術と音響学の知識の両方が洗練され、楽器の演奏性が大幅に向上した。現代のファゴットには、ビュッフェ式とヘッケル式の二つの主要な形式がある。 世界のほとんどの国でヘッケル式が演奏されているのに対してビュッフェ式は主にフランス、ベルギー、ラテンアメリカの一部で演奏されている。他にもガランドロノームなど数多くの種類のファゴットが様々な楽器メーカーによって制作されてきた。英語圏ではヘッケル式が普及しているため英語で現代ファゴットといえば常にヘッケル式を意味し ビュッフェ式が登場する場合は、そのように明示される。ヘッケル式、ヘッケル式ファゴット、1870年生。現代ファゴットの設計は、演奏家、教師、作曲家であったカール・アルメインレーダーによるところが、大きい。ドイツの音響研究家、ゴッドフリート・ウェーバーの協力を得て、アルメインレーダーは4オクターブの大幹を持つ17、キーのファゴットを開発した。 アルメンレーラーのファゴットへの改良は1823年に書かれた論文から始まった。この論文にはキーを補強したり配置を変えたりすることでイントネーション、応答性、演奏の技術的な容易さを向上させる方法が書かれている。続く複数の論文で彼の着想がさらに発展した。ショット社での雇用はこれらの新しい設計に沿って 楽器を制作し、試験する自由を与え、アルメインレーダーはその成果を、ショット社の社内法であるセイセリアに発表した。アルメンレーダーは1846年に死去するまで、楽器の発表と制作を続け、ベートーベンもこれらの論文のことを聞いて、新しく作られた楽器の一つを所謀した。1831年、アルメンレーダーはショット社を退職し、 パートナーのヨハン・アダム・ヘッケルと自身の製造ショーを始めた。ヘッケルとその子、孫は、ファゴットの洗練化を続け、彼らの楽器が標準となり、他の製作者もそれに続いていった。ヘッケルの楽器は、その優れた歌声の質のために、改良を入りにしき、ベーム式ファゴット、アドルフ・サックスの父・シャルル・ジョゼフ・サックスによって、考案された完全に、 危機器効果された楽器と競合していた。FW クルースパは1893年に、後発の試みとして、運指の改革を試みたが、流行しなかった。他にも、24キーのモデルや、シングルリードのマウスピースなど、楽器の改良が試みられたが、いずれも音色に悪影響を与え、断念された。20世紀に入ると、 ヘッケル式のドイツ製ファゴットがこの分野を席巻した。ヘッケル自身も20世紀に入る頃には1100本以上の楽器を製造していた。イギリスのメーカーの楽器は公共楽団の音響の変化に対応するためもはや好まれなくなったが、主に軍楽隊で使用され続けた。 フォックスモデル220ファゴット1940年代の短い戦時中のボールベアリング製造への転換を除いてヘッケル社は現在まで継続して楽器を製造しているヘッケルのファゴットは多くの人によって最高であるとみなされている他のメーカーからもヘッケル式の楽器がいくつか出ているもののどれも演奏特性が微妙に異なるファゴットの機構は 現代の木管楽器のほとんどと比較して原始的であるためメーカーは時折ファゴットを再発明しようと試みてきた。1960年代ジャイルズ・ブリンドリーはロジカル・バスーンと呼ばれるファゴットの開発に着手した。このファゴットは電気的に作動する機構を用いて人間の手では複雑すぎるキーの組み合わせを可能にし、 イントネーションと音色の均一性を向上させることを目的としていた。ブリンドリーのロジカルファゴットは市販されることはなかった。ビュッフェ式ビュッフェ式ファゴットはヘッケルよりも幾分早く基本的な音響特性を獲得した。その後、より保守的な形で発展を続けた。ヘッケル式ファゴットの初期の歴史には音響学とキー機構の両面で楽器の全面的な 見直しが含まれていたが、ビュッフェ式の開発は主にキー機構の段階的な改良からなっていた。この必要最低限度の取り組み方によって、ヘッケル式に見られるイントネーションの一貫性、操作のしやすさ、パワーの向上は得られなかったが、ビュッフェ式の方が性質や表現力に優れていると考えるものもいる。指揮者のジョン・フォールズは、ヘッケル式ファゴットは、 ホルントの音の同質性が高すぎると考え、ヘッケル式が優勢であることを1934年に嘆いた。現代のビュッフェ式は22のキーを持ち、その音域はヘッケル式と同じであるが、ビュッフェ式の方が高音域での機能性が高く、はるかに簡単にかつ空気抵抗も少なく E5 と F5 に到達する。ヘッケル式と比較して、ビュッフェ式はより細いボアとより、 単純な気候を有しており多くの音について異なるしばしばより複雑な運指が要求される。ヘッケル式とビュッフェ式の持ち替えには大掛かりな再訓練が必要である。フランスの木管楽器の音色は一般に他に比べて性質が高くある程度のエッジを持っておりビュッフェ式ファゴットも例外ではない。この音はビュッフェ式ファゴットのための作曲に 効果的に利用されているが、ヘッケル式の音色に比べると、他と溶け合う傾向は低い。他のファゴットと同様に、楽器、リード、演奏者によって、音色は大きく異なる。劣った奏者の手では、ヘッケル式ファゴットは平坦できのような音がするかも、しれない。優れた奏者は、生き生きとした、歌うような音色を奏でることができる。逆に、下手に演奏されたビュッフェ式は、 うなり声や鼻声のようになるが、優れた奏者は温かく、表情豊かな音を奏でることができる。イギリスはかつて、フランス式を好んでいたものの、ビュッフェ式の楽器はもう作られておらず、フランス式の最後の著名な、イギリス人奏者は1980年代に引退した。ただし、一部の地域で継続的に使用され、その独特の音色により、ビュッフェ式は、 特に発祥地のフランスで、現代のファゴットの演奏において、引き続き地位を占めている。現在、ビュッフェ式ファゴットは、ビュッフェクランポンとアトリエデュカスによって、パリで制作されている。セルマー社は2012年頃に、フランス式ファゴットの製造を中止した。オーケストラが、低音を補強するため、そして、ダブルリードグループの低音として、ファゴットを、初めて使用した。 バロック期の作曲家、ジャンバティストリューリと彼のレプティビオロンは16人編成のアンサンブルにおいて弦楽器と共にオーボエとファゴットを含んでいた。これは新たに考案されたダブルリード族を取り入れた初めてのオーケストラの一つであった。アントニオ・チェスティは1668年のオペラ黄金のリンゴにファゴットを取り入れた。しかしながら、コンサートオーケストラにおける ファゴットの使用は17世紀後半にダブルリードが標準的な楽器編成に取り入れられるようになるまでは散発的なものだった。これはオートブアがフランス以外の国に広まったことによるところが大きい。ファゴットが通奏低音楽器として使用されるようになったことで、まずはフランス、その後イタリア、ドイツ、イギリスのオペラ・オーケストラでも使用されるようになった。一方、 ジョゼフ・ボダン・ド・ボア・モルティエ、ミシェル・コレット、ヨハン・エルン・ストガリ・アール、ヤン・ディスマス・ゼレンカ、ヨハン・フリードリヒ・ファッシュ、テレマンなどの作曲家は、ファゴットのために、要求の厳しい独奏曲や、合奏曲を書いた。アントニオ・ビバルディは、ファゴットを37の競奏曲で取り上げ、ファゴットの名声を高めた。十八世紀半ばまでは、オーケストラにおける、ファゴットの役割は、まだほとんどが、 連続奏法楽器としての役割に限られていた。ロココ時代初期から、ヨーゼフ・ハイドン、ミハエル・ハイドン、ヨハン・クリスティアン・バッハ、ジョバンニ・バッティスタ・サンマルティーニ、ヨハン・シュター・ミッツといった作曲家たちは、ファゴットがベースラインを二重にするための単なる機能ではなく、ファゴットの独特の色を利用したパートを盛り込んだ。ファゴットのために完全に独立したパートを持つオーケストラ作品は、 古典期までは一般的ではなかった。ボルフガングアマデウスモーツァルトのジュピター公共曲はその代表的な例で第一楽章に有名なファゴットの独奏がある。現在の監修と同様にファゴットは一般的に2本のペアで演奏されていたが有名なマンハイム管弦楽団では4本を重ねていた。古典期のファゴットはオーボエ、ホルン、ファゴットの 各ペアで構成される室内合奏団、ハルモニーにおいても一つの重要な用途があった。ハルモニーはドイツやオーストリアの貴族が個人的な音楽制作のために維持していたアンサンブルでフルオーケストラの代わりとして費用対効果の高いものであった。ハイドン、モーツァルト、ルートビヒバンベートーベン、フランツ・クロンマーなどがハルモニーのためにかなりの量の曲を書いた。 古典発行機の近代的な管楽器セクションの形成、特にバセットホルンの代わりにより小型のクラリネットが優勢になったことで、管楽器セクションでは高音も管楽器が優勢となり、バスクラリネットといった低音の補助楽器はまだ含まれていなかった。したがって管楽器セクションのためのスコアリングは、ファゴットはしばしば、ベートーベンの交響曲のコラールでのように、 バスとテナーの両方としての機能を持たせた。このように、ファゴットは古典派時代からロマン派時代にかけて低音としての機能を維持しながらも、特にソロでは叙情的なテナーとしても使用されるようになった。この時期にコントラバス運が導入されたことで、ホルンのより低音部を使った作曲や金管の低音部の拡張とともに、 ファゴットが低音としての役割を果たす必要性も緩和された。この頃から楽器の機構がますます洗練されてきたことで、より高い音高をより良いに、より表現力を持って出せるようになり、オーケストラの作曲でもファゴットのソロが頻繁に組み込まれるようになった。ロマン派の時代に完全に確立された現代、公共楽団では通常2本のファゴットが必要とされ、 三人目がコントラバス運を演奏したりあるいはコントラバス運を重ねたりすることが多い。作品によっては四人以上の奏者が必要な場合もあるが、これは通常より大きな力と多様性のためである。一人目の奏者はソロのパッセージを演奏するために頻繁に要求される。ロマン派以の様式ではファゴットの幅広い特徴による多様度性によって、 作曲家や国の文化、そしてどう使うかという見解に応じて、多様な様式で曲に組み込まれた。ファゴットは、モーリス・ラベルの、ボレロといった叙情的な役、チャイコフスキーの公共曲といった声楽的役、ショスタコービチの9番でのような苦悩に満ちた泣き声、ピーターと狼のおじいさんの主題のようなより滑稽な、個性、幻想交響曲の後ろの楽章でのような不吉で、 暗い役などに使われてきた。その俊敏性から、フィガロの結婚序曲の有名なランニングラインといったパッセージに適している。オーケストラにおけるファゴットの役割はロマン派時代からほとんど変化していない。バス及びテナーとしての一般的な役割が主で、20世紀の拡張したテッシュトゥーラでは時にはアルトーン行も担う。ファゴットはしばしばチェロパートや コントラバスパートと重ねられ、フレンチホルンと一緒に火星を支える。エドガードが、オペラ座のオーケストラロル,ルケストルでロペラウィンド、アンサンブルは、大抵2本のファゴットと時にはコントラファゴットを含み、それぞれが独立したパートを担う。より大編成のウィンドアンサンブルでは、ファーストファゴット及びセカンドファゴットをそれぞれ複数の奏者が担当する。より単純な編成では、 ファゴットは1パートのみで、コントラファゴットパートはない。コンサートバンドにおける、ファゴットの役割はオーケストラにおける役割と似ているが、編曲が熱い時は音域が重なる、金管楽器に隠れて聞き取れないことも多い。ハーバート・オーエン・リードのメキシコの祭りは、ファゴットを目立つ形で取り上げているマルコム・アーノルドの4つの スコットランド部曲の吹奏楽編曲版も同様であり、この曲はコンサートバンドの定番曲となっている。ファゴットはフルート、オーボエ、クラリネット、ホルンと共に標準的な管楽五重奏の一部である。他の木管楽器との様々な組み合わせで演奏されることも多い。リヒャルト・シュトラウスの二重小競奏曲ではファゴットをクラリネットを競奏曲楽器として 組み合わせている。また、リード50層と呼ばれるアンサンブルにもファゴットが使われる。リード50層は、オーボエ、クラリネット、サクソフォーン、バスクラリネット、ファゴットで構成される。このような小編成のアンサンブルでは、ファゴットの低音機能がより求められるが、20世紀以降のレパートリーでは、ファゴットの編成では、 夏の音楽のような基礎となる作品に見られるように、より小型の木管楽器と同じ俊敏さで演奏することが求められることがある。ファゴット四重奏も近年人気を集めてきた。ファゴットは音域が広く、音色のバリエーションが豊富なので、同種楽器とのアンサンブルに適している。ピーター・シックリーのバイロイトの最後の単語は人気のある作品である。 シックリーの架空の分身である PDQ バッハの四重奏曲リップマイリーズではよりユーモラスな側面を利用しておりある場面ではリードだけで演奏することが要求されるまた第4ファゴットパートの前奏部の最後に低い絵が要求されるこの曲は第1ファゴットが演奏しないように書かれているその代わり第1ファゴット奏者の役割は 第4ファゴットのベルに延長管をつけ、その音を演奏できるようにすることである。ファゴットは、ジャズ楽器として使われることは少なく、ジャズバンドの中で見かけることは、ほとんどない。ファゴットは、ポール・ホワイトマンのグループや、アレック・ワイルダーの独特な八重相談、その退屈かの他のセッションにおける特別な要求を、含めて、1920年代にジャズアンサンブルに、登場し始めた。 その後数十年はシンフォニックジャズの人気が低下したためファゴットは散発的にしか使われなくなったが1960年代にはユーセフ・ラティーフやチック・コリアといったアーティストがファゴットをレコーディングに取り入れたラティーフの多様で接中的な楽器編成はファゴットを自然な追加と見た例ザ・セント・アンド・ザ・フェニックスでは6人編成のホーンセクションの一部として ファゴットを使用した。それに対して、コリアは、ファゴットとフルート奏者のヒューバート・ローズ組み合わせて、使用した。より最近では、イリノイ・ジャケー、レイピツイフランク・ティベリ、マーシャル・アレンが、自身のサクソフォンの演奏に加えて、ファゴットを重ねた。バス運奏者、フリージャズのパフォーマーであるカレン・ボルカワファゴットのみを、演奏する数少ないジャズミュージシャンの一人である。 その他には、マイケル・ラビノビッツ、スペインのファゴット奏者、ハビエル・アバド、ジェームズ・ラッセンらがいる。キャサリン・ヤングは、アンソニー・ブラックストンのアンサンブルでファゴットを演奏している。リンジー・クーパー、ポール・ハンソン、ブラジルのファゴット奏者、アレクサンドル・シルベリオ、トレント・ジェイコブズ、ダニエル・スミスも現在ジャズでファゴットを使用している。フランス人。 ファゴット奏者のジャン・ジャック・デクルーとアレクサンドルーズの譜は、ビュッフェ式の楽器の柔軟性をうまく利用して、ジャズを録音している。コンテンポラリー・クインテット、エドマンド・ウェインの演奏。ファゴットは、ロックバンドのレギュラーメンバーとしては、さらに珍しい。しかしながら、1960年代のポップミュージックのヒットはファゴットを取り入れている。例えばスモーキー。 ロビンソンザ・ミラクルズによるザ・ティアーズ・オブ・エクラウン、ドノバンによるジェニファー・ジュニパー、ハーパース・ビザールによる59番街橋の歌、ザ・ニュー・ボード・ビル・バンドのウィンチェスター大聖堂に内在するウンパッパ・ファゴットなどである。1974年から1978年までイギリスの全英バンド、ヘンリー・カウでリンジー・クーパーがファゴットを演奏した。 レナード・ニモイの歌、ザ・バラッド・オブ・ビルボ・バギンズでは、ファゴットが演奏されている。1970年代には、イギリスの中世、プログレッシブ・ロック・バンド、グリフォンで、ブライアン・ガランドが演奏し、アメリカのバンド、アンブロージアでは、ドラマーのバリー・ドラモンドが演奏した。また、ベルギーのロック・イン・オポジション・バンド、ユニベル・ゼロはファゴットを使用していることでも知られている。 1990年代には、マドンナ・ウェイン・ゲイシーが、オルタナティブメタルバンド、マリリン・マンソンでファゴットを演奏した。エイミー・デフォーは、ペンシルバニア州ピッツバーグのインディーロックバンド、ブローグルトで、不機嫌そうに警戒ながらエジファゴットと自称し、また、ザ・カーディガンズのドラマー、ベン・ラガー・バーグは、バンドのアルバム、エメラデールのいくつかの曲でファゴットを演奏した。より最近では、 2010年にリリースされた g ー New p u r i t タンズ n s のアルバム Hidden ではファゴットを多用している。バンドの主要なソングライターであるジャック・バーネットはこのアルバムのレコーディングに向けてファゴットのためにたくさんの曲を書いていると繰り返し主張した。2011年初頭アメリカのヒップホップアーティストカニエ・ウエストが自身のツイッターを更新しフォロワーに最近 まだ名前の出ていない曲にファゴットを追加したと知らせた。ロックバンド、ベター、ザン・エズラは、アーネスト・ヘミングウェイの移動宿祭日の中の一節から名前を取っている。ヘミングウェイは、エズラ・パウンドを参照して、迷惑なほど上舌な人の話を聞くのは、ファゴットの演奏法を学んだエズラよりもまだ良いと、論評した。イギリスのサイケデリック、プログレッシブロックバンド、ナイフワールドは、 クロエヘリングテンによるファゴットの演奏を取り入れている。ヘリングテンは、実験的な室内ロックオーケストラ、クローム夫婦にも参加している。2016年、ファゴットは、イギリスのグライムアーティスト、ストームジーのアルバム、ギャングサインズプレアーズで取り上げられた。イギリスのファゴット奏者ルイーズ・ワトソンが演奏した、ファゴットはアルバム中の、コールドと、ミスター・スケンで聴かれ、 このジャンルで典型的なエレクトロニックシンセサイザーのベースラインを保管している。オハイオ州クリーブランドを拠点とするインディーロック、ポップ、フォークバンド、ドクター・ボーンズ・リバイバルは彼らの曲の多くにファゴットを取り入れている。ファゴットに取り付けられているハンドレストの拙者。ファイブから。ファゴットは奏者の前で斜めに構えるが、フルートやオーボエ。 クラリネットとは異なり、奏者の手だけでは簡単に支えることができない。通常、何らかの追加サポートが必要となる。最も一般的なものは、ブーツジョイントの底部に取り付けて座る前に、椅子のシートの上に敷くシートストラップか、ブーツジョイントの最上部に取り付けられた、ネックストラップあるいはショルダーハーネスである。チェロや、 バスクラリネットに使われているものと同じようなスパイクが、ブーツジョイントの底部に取り付けられ、床の上に置かれていることもある。ネックストラップあるいは類似のハーネスを使用している場合や、シートストラップをベルトに縛り付けている場合は、立ったまま演奏することが可能である。立った状態で演奏する場合には、バランスハンガーと呼ばれる装置を使用することもある。 これは、楽器とネックストラップの間に取り付けて、指示点を重心に近づけて、両手間の体重配分を調整するものである。ファゴットは両手を定位置に置いて演奏する。前面には5つのメインキーと6番目のキーがあり、後者はオープンスタンディングキーによって操作される。前面の5つの追加キーは、それぞれの手の小指で操作する。楽器の背面には、 親指で操作する12個以上のキーがあり、正確なキーの数はモデルによって異なる。右手を安定させるために、多くのファゴット操作は、クラッチ、またはハンドレストと呼ばれるコンマ型の調節可能な器具を使用する。クラッチは、ブーツジョイントにマウントされる。クラッチは、つまみネジで固定されており、ファゴットから飛び出ている距離を調整することもできる。操作は、 右手の親指と手のひらがつながる、箇所の曲面をクラッチに対して当てる。また、クラッチは、右手が疲れるのを防ぎ、フィンガーホールやキーの上で、指の腹を水平に保つことを可能にする。他の木管楽器にはないファゴットの奏法に、フリッキングと呼ばれるものがある。フリッキングとは、ミドルオクターブの特定の音の始めに、左手の親指で、ハイ A、C、 および D キーを瞬間的に押す奏法であり、低い音から綺麗なスラーを得ることができる。この奏法によって使用しない時に発生するクラッキングを排除する。別の方法としてベンティングという方法があります。これは音符の開始時に一時的に開くのではなく、レジスターキーを運指の一部として使用する。この方法はヨーロピアンスタイルと呼ばれることもある。 ベンティングは、超音をわずかに上げることができるので、高音域を合わせるときに好都合な場合がある。ファゴット奏者の中には、明瞭なアーティキュレーションのために、タンギングの際に A と BB をフリックする人もいるが、フリッキングは事実上はほぼスラーのために使われる。フリッキングはより高い音に、スラーでつなげるために使われるのに対して、ウィスパーキーはより低い音のために使われる。 真ん中の C のすぐ下の A から左手の親指でウィスパーキーを押して音が持続している間はそのまま保つ。低音は高いオクターブに割れてしまうことがあるのでこれによって割れを防ぐことができる。高音域と低音域の間のスラーで音を適切に発音するようにするためにはフリッキングとウィスパーキーの使用の両方が特に重要である。通常、ファゴットは 工場で厳密に調律されているが、にもかかわらず奏者は、息の支え、アンブッシュは、リードの正常により、音向のコントロールについての大きな自由度を持っている。また、奏者は、多くの音の音程を調整するために、替え指を使用することもできる。他の木管楽器と同様に、ファゴットの長さは、 音程を低くするために長くしたり、音程を高くするために短くしたりすることができる。ファゴットでは、ボーカルを異なる長さのものに変えることが望ましい。しかし、ボーカルをわずかに押し込む、または抜くことでピッチを大幅に調整することも可能である。ファゴットのアンブシュアは、朗々とした、丸く、豊かな音色を出すために非常に重要な要素である。 唇は両方とも歯の上に丸め、上唇がさらに、出っ歯に沿っていることが多い。唇は、リードの前周に微弱な筋肉の圧力を加え、これによって、イントネーションと倍音を大きく制御する。そのため、音が変化するたびに常にアンブシュアを調節しなければ、ならない。唇をリードに沿ってどのくらいの位置に置くかは、音色とリードの圧力への応答の仕方の両方に、 影響する。ファゴットのアンブシュアに使用される筋肉組織は主に唇の周りにありリードに圧力をかけて望む音を出すために必要な形状にする。顎を上げたり下げたりして高校を調整することでより良いリードコントロールができるようになる。しかし顎の筋肉はシングルリードに比べて上向きの垂直方向の圧力にはあまり使われておらず 実質的に非常に高い音域でのみ使われる。しかしながら、ダブルリードを担当する生徒は、唇のや、その他の部位の筋肉の制御が、まだ発達中であるため、としばしば、これらの筋肉を使って、リードを噛んでしまう。しかし、これは、リードの開口部を収縮させ、そのブレードの振動を押しとどめるので、一般的に鋭く、詰まった音になる。 適切なアンブシュアとは別に、生徒は横隔膜、喉、首、胸の上部の筋肉の調節と制御をしっかりと身につけなければならない。これらはすべて空気圧を高めたり方向づけたりするために使われる。空気圧はダブルリード楽器の音色、イントネーション、プロジェクションの非常に重要な要素であり、アンブシュアと同じくらい、あるいはそれ以上これらの質に影響を与える。 望ましいピッチのためには、不正確な量の筋力や空気圧で、ファゴットの音をアタックすると、イントネーションが悪くなったり、クラッキング、または、重音が発生したり、誤って、不正確な部分音を出してしまったり、あるいはリードが全く音を出さなくなる。これらの問題は、リードの個々の品質によって悪化する,る。リードは、内因性と外因性の理由から、振る舞いに一貫性がない。 筋肉の必要性とリードのばらつきは、ファゴット奏者が、すべてのリード、ダイナミクス、演奏環境にわたって一貫した制御ができる、アンブシュアを身につけるには、ある程度の時間が必要なことを意味する。ファゴットのキーの説明図ファゴットの運指法は、他のオーケストラの木管楽器の運指法よりも、奏者によって大きく、違いがある。複雑な気候と音響学のため、ファゴットは、 良い音質のための単純な運指を書いている。逆に、高音域のためより優れた運指も、豊富にあるが、これらは、一般的により複雑でもある。典型的には、こういった音に対するより、単純な運指は、大体または、トリル用の運指として使われ、ファゴット奏者は最適な音質のためには、完全な運指または、実行可能なより複雑な運指のいくつかを使用する。 使用する運指は、ファゴット奏者に決定権があり、特定のパッセージについては、奏者に馴染むような、新しい代替運指を探すために、いろいろ実験することもある。これらの要素は、ファゴット奏者の間で、完全な運指と代替運指の両方に大きな違いをもたらし、さらに、どのような音を求めるかという文化的な差、リードの作られ方。 チューニング周波数の地域差といった要因にも影響される。ファゴット奏者の奏法は特定の地域ではある程度統一されているが、世界的な規模では奏法が異なるため、二人のファゴット奏者が特定の音について運指が全く違うこともあり得る。これらの要因により、指キタスなファゴット奏法は部分的にしか記号で表すことができない。 左手親指は9つのキー、B1、B1、C2、D2、D5、C5、組み合わせて、A4 を出す2つのキー、ウィスパーキーを操作する。ウィスパーキーは、F2 から G3 までと、その他の特定の音を出すときに押さえるべきである。これは省略できるが、音程が不安定になる。左の親指キーで、追加の音を作り出すことができる。 テナージョイントのウィスパーキーの上の D2 キーとボトムキーは一緒に C3 と C を作り出す。E5 と F5 を作り出すためにも同じボトムテナージョイントキーが一緒に使われる。D5 キーと C5 キーは一緒に C5 を作り出す。A4 を作るためのテナージョイントの2つのキーを少し修正したブーツジョイントの運指と共に使うと B4 が作り出される。 ウィスパーキーは楽器の高音域全体のいくつかのポイントで望むように音質を変化させるために他の運詞と一緒に使用することもできる。右手親指は4つのキーを操作する。一番上のキーは B2 と B3 を出すために使われ、また B4、F4、C5、D5、F5、および E5 でも使うことができる。パンケーキキーとも呼ばれる大きな円形のキーは E2 から B1 までの最低音域のすべての音で抑えられる。また、ウィスパーキーと同様に、音をミュートするための追加の運指でも使用される。例えば、ラベルのボレロでは、ファゴットは G4 でオスティナアートを演奏するように求められる。これは G4 の通常の運指で簡単に演奏できるが、ラベルは、ミュートのために E2 キーを押すように指示している。 右手親指によって操作される次のキーはスパチュラキーと呼ばれる。これは主に F2 と F3 を出すために使われる。一番下のキーを使う機会は少ない。これは A2 と A3 を出す時に右手の薬指を他の音からスライドさせるのを避けるために使われる。左手の4本の指はそれぞれ2つのポジションを使い分けることができる。 人差し指で通常操作されるキーは、主に E5 のために使用され、また、低音域でのトリルにも使用される。その主な割り当ては、上の男である。この穴は、完全に閉じることもできるし、指を下げることによって、部分的に閉じることもできる。この穴を半分塞ぐ技術は F、F3、G3、および G3 を、オーバーブローするために使われる。中指は通常、 テナージョイントの中央の男に止まる。また、E5 もために使われるレバーにも移動できる。薬指は、ほとんどのモデルにおいて、一つのキーを操作する。ファゴットの中には、主にトリルのためにトーンホールの上に、別のい,いキーを持つものもあるが、多くはない。小指は、ベースジョイント上の二つのサイドキーを操作する。下側のキーは通常 C2 のために使われるが、 テナー音域の音をミュート、またはフラッターリングするために使うことができる。上側のキーは E2、E4、F4、F4、A4、B4、B4、C5、C5、および D5 のために使われる。このキーは G3 をフラットさせ、A440 といった低い音程でチューニングする、多くの場所では標準的な運指である。 右手の4本の指はそれぞれ少なくとも1つの割り当てを持つ。人差し指は1つの穴の上に止まる。E5 を演奏するときに、ブーツジョイントの最上部にあるサイドキーが使われるのは除く。中指は周りにリングがある穴の上で静止したままで、右手の小指がレバーを押すとこのリングや他のパッドが持ち上がる。薬指は、下の薬指キーの上に静止したままである。 ただし、上側の薬指キーは、一般的には、B2 と B3 のために、ブーツジョイントの前面にある一番上の親指キーの代わりに使用することができる。このキーは大ーえに由来しているが、一部のファゴットには備わっていない。これは、親指運指が実質的に普遍的なことが理由である。小指は3つのキーを操作する。最も後ろキーは、 低音域のほとんどで押される。このキーで F4 を作ることもできますし、G4、B4、B4、C5 を作ることもできる。右手の小指用の一番下のキーは、主に A2 と A3 のために使われるが、D5、E5、および F5 を改善するために使うこともできる。最前面のキーは、親指キーに加えて、G2 と G3 を作り出すために使われる。 多くのファゴットでは、このキーは、親指キーと異なる、男を操作し、わずかにフラットした F を生み出す。ある奏法では、一方を、両方のオクターブのための標準として、もう一方を実用性のために使用するが、別の奏法では、低音のために、親指キーを、高音には薬指を使用する。多重奏法、フラッタータンギング、循環呼吸、ダブルタンギング、 バイオン奏法といった多くの拡張奏法をファゴットで演奏することができる。ファゴットの場合、フラッタータンギングは従来の巻き舌の方法と同様に喉の奥でうがいをすることで達成することができる。ファゴットの多重奏法は豊富にあり、特定の代替運指を使用することで実現できるが、一般的にはアンブシュアの位置に大きく影響されます。また、ここでも、 特定の運指を使用すると楽器の実際の音域よりも低い音程の音が出ることがあるこのような音は非常にしゃがれていて音程が外れているように聞こえるが技術的には低い B よりも低く聞こえるファゴット奏者はベルの長さを延長することで下の B よりも低い音を出すこともできるこれは特製のローエイエクステンションをベルに挿入することで 実現できるが、小さな紙あるいはゴムの管、あるいはファゴットのベルの内側に、クラリネット、コールアングレのベルを置くことでも実現できる。この効果によって低い B が、より低い音、ほとんどの場合は A ナチュラルに変換される。これは、楽器の音程を後半に下げる。また、その結果として、最も低い B が B に変換されることが多い。低い A を使用する着想は、 リヒャルト・ワーグナーによって始められた。ワーグナーは、ファゴットの音域を拡張することを望んだ。ワーグナーの後期のオペラの多くのパッセージは、低い A と、そのすぐ上の B を必要とする。これはエクステンションを使うことで可能になるが、すべてのベルエクステンションは、楽器の最低音域のイントネーションと音質に、著しい影響を与え、 こう,いうようなパッセージは大抵はコントラファゴットによって比較的容易に実現される。ファゴットの中にはファゴット奏者が似たようなパッセージを実現できるように特別に作られたものもある。これらのファゴットは低い A と低い B の両方のためのキーを持つ拡張ベルであるワーグナーベルが付いているが普及はしていない。 ワーグナーベル付きのファゴットはよく目にする A エクステンション付きのファゴットと同様のイントネーション問題に悩まされる。この問題に対応するためにファゴットを特注しなければならないためエクステンションを使用した方がはるかに複雑でない。A よりもさらに下にファゴットの大幹を拡張をることは可能であるものの音程への影響がさらに強くなり、 楽器が事実上仕様に適さなくなる。低い A 音のロジスティックな難しさにもかかわらず、ワーグナーが低い A を書いた唯一の作曲家ではなかった。グスタフ・マーラーは半音階で低い A に下がるファゴットの譜面を書いた。リハルト・シュトラウスもオペラ、インテル・メッツォで低い A を要求した。いくつかの作品でも任意で低い A がある。カール・ニールセンの 木管五重奏曲オーパス43最後の家電差が耳の低い A を含む。込み入った運指とリードの問題により、ファゴットは他の木管楽器のいくつかよりも学ぶのが挑戦的な楽器となっている。費用もファゴットを目指すかどうか個人が決断する上での大きな要因である。価格は7000ベイドルから高品質の楽器では4万5000ベイドルにわたる。 北米では、児童は通常、クラリネットやサクソフォンといった他のリード楽器を、始めた後にファゴットを手にする。競争曲については、ファゴット競争曲を参照。オペラ座のオーケストラ、エドガードが作、1870年。ありがとうございます。